暴行の疑いで今日送検された本宮市の会社員本田聡容疑者警察によりますと本田容疑者は一昨日午後8時ごろ自宅アパートの一室で同居する50代の妻の頭を殴るなどの暴行を加えた疑いが持たれています翌朝呼吸をせず横になっている妻を本田容疑者が発見し警察に通報昨日逮捕されていました 妻は病院で死亡が確認されていて、捜査関係者によりますと、本田容疑者は喧嘩をして叩いてしまったなどと容疑を認めているとのことです。また、遺体の司法解剖から暴行と死因との関係は見つからなかったということで、警察は引き続き捜査を進める方針です。